週刊プロレス記者でおなじみであります小島和弘さんです。よろしくお願いします。まずはですね、この第1試合、谷山の登場なんですけども、ご覧のようなこの金髪、一体どうしたんでしょうか、谷山選手。まあ自分のキャラクターを考えた場合これしかないと思ったのか、もしくは師匠の井上京子がやれと強制したのか。おっと、ストマックのあたりに強烈ミサイル、なんでしょう、ミサイルヘッドバットでしょうか。今のは女子でやったの多分初めてですよね、はい、なるほど。おっと、どうでしょう、これ金髪にしたことの意識改革といいましょうかね、技のあたりにもこの金髪をすることで反映されていくというのはね、なんともこの女子プロレスの面白いところになりました。アトミックドロップ、こちらの渡辺美沙耶の得意技、おっとコーナーリストの投げっぱなしのバックドロップ。さあカウントどうか、ただ危ないぞ。カウント2、渡辺選手もね、久しぶりに大型選手ですからね、そうですね、ダイナミックな感じがいいですね。いや、女子のリングでまさかね、このクラシカルな技が ね見れるとは思わなかったんですけれども、この渡辺のアトミックドロップ。さあそして谷山とタッグを組んでいます椎名優香、このフェイスクラッシュ非常にいいですね。椎名、おっと今の谷山の技、椎名のいいところよりも自分の美味しいところを売り込むというね、充実感が出てきましたよね、谷山ね。あっと、またじった、なんとも動きがコミカルなのがね、憎めないんですけれども、谷山何か一説によりますとですね、頭を意識してるあのヘッドバットが女芸人主人ですか。なるほど、あと危ない渡辺が抑え込まれた。椎名優香8分47秒、なんとミサイルキック一発、渡辺美沙耶の一致になります。対決により椎名優香選手のボール勝ち。さてそのこの日のですね、最上の試合ですけれども、タイトルマッチということになりました、はい。まあ、あの先輩に当たります田村がですね、今全日本ジュニアのベルトを持っているわけですけれども、果敢にもそのベルトに挑戦していこうというこの最上、上昇チャンピオンというか田村が敵なしの状態なんで、そうですね、このリング上のね、この初々しい表情を見ますとですね、ちょうどキャンディー奥津がですね、はいはい、デビューした当時をなんか思い出すような、ちょっと似てますね、出身も広島ですので、はいはいはい、なんですけれども、何かその佇まいはね、まあ、大物の予感をさせるものはありますよね。ただ本当に乗ったのが座ってるというか、芯がしっかりしてるというか、そういう部分は彼女もあるんで、そういう点でも本当に楽しみなんですけどね。
まあ、この最上で私は非常に驚いたのは、昨年の両国ですか、はい、いきなりですねデビュー2ヶ月目にしてですね両国のマッチでですね、というね、まあ、マッチメイクしたお母さんにも驚いたんですけれども私はでそこでちゃんと自己表現をしたというかね、はい、認識させたというのは立派だったと思いますね。まあ、このドロップキッカーでなかなかいいところをね、ただやっぱり緊張しちゃってるのかいつものような弾け具合がないんだなるほど、ね、これはやはりタイトルマッチは初めてですね、最後にね試合前もかなりですね緊張をしていたんだろうと思うんですけど、まあ、ここだけの話ですけれどもね、新人の場合は非常に雑務が多いですね。そうですね、その、まあ、試合に集中したくてもですね、なかなかその雑務に追われてですね、自分の試合に集中しにくい中で、どこまでこの気持ちが上がっていくかというのが、これは一つ新人のね、試合の一つと。入っちゃいましたよ。カメラの声ではね、まだまだ使ったかな。どうですか、ね、29秒、お手紙よりキャプラ、ヨシコ選手のお待ちでございます。まあ、それにしても、田村なんですけども、はい、あなたは後楽園ホールで行われた全日本女子プロス協会認定全日本ジュニア選手権試合で見事勝利を収め、4回目の防衛に成功されました。はい、負けると思うんで、勝つ気はいたんだけど、やっぱりベルトはやっぱり、まあ、すごい上っていうか、やっぱりまだ全然試合の内容も良くないのに、そういったベルトに挑戦するっていうのは自分はあんまり納得いかなかったんで、ベルトへのこだわりはそんなないんで。下田のまずは得意技ランニングネックブリーカー。まあ、そう下田が2つですね、はい、まあ去年もね、うん、非常にいいところを見せたわけですけれども、さあレジーベネットがコーナーへ、ニュートラルコーナーへ育ったんですけれども、さあマテンロであります。うまくコーナーを折りしての、おっとカウントはどうか、見たいですか、エジー対ミカという対決をですね、これ後楽園ホールで見させられるとですね、非常にこの迫力ですね、お迫力ということがあるんですけど、まあ、それにしてもこのエジーメラとすっかり前場の水がですね、まあ、肌に合っているのか、とにかくこの前場マットではですね、この怪力ぶり存分に発揮しますよね。まあ、おっとしかしそのエジーメラを放り投げた、そして今度はオッタのニーキックであります。ホッタもまあ1月にスリーボールで登場して失敗したことでまた逆に落ち込むんじゃなくて新しい道という分があるんで、さあ、うまくラリアットかわした、あこの辺がうまい、この辺りはレジーのうまいところだ、超ハイアングルパワーボムだ、すごいぞこれは、もう一発いって、今度はスタンディングでパワーボールがあります。あ出るか出るか、恐怖の100キロを超えるこのミクランがトップロープから飛んできてしまうのか、危ないぞ、見たいですか、完璧カウント3であります。レジーベレット強し、15分28秒、15分28秒、大会に5人プレスの中でね、レジーベレット選手を盛り上げて、さあ、まずはゴングの前に突っかけていったのは山田潮、まあね、山田選手はお正月からもキックを封印するということで、この日もあのレガース外してるんですけども、はい、ええ、なかなか見慣れないね、昔の楽天ファンたちの姿を見ているというような、はい、そんな気もするんですけど、はい、積極的にね、アジャカンの相手に踏み込んでいこうというところ、アジャが蹴ってこうというのを残しているんですよね、レガースなくてもいいかな、なるほどなるほど、
ただ岩間としては、はい、ただ蹴ってるんじゃなくて、はい、蹴りで倒したいと、うん、そのためにはダメージをいっぱい与えておかなきゃいけない、うん、でこの1ヶ月ちょっと蹴らないで学んできたレスリングをアジアに蹴ってみようというのが今の蹴り技であるという感じだと思うんですけどね。珍しく取り乱したような感じでした。こんな佇まいですけども、実は姿勢派レスラーですからね、彼はかなりの姿勢派です、はい。その山田の、まずは突っかけていった山田をどういう、ね、往復に出ていくのか、アジャコング、おっと、キックだ、なんでしょうか、これは挑発ですね、挑発ですね、完全にね、今日の桃の裏あたりに強烈なキック、このまあ威力という意味ではアジャコングのキックはですね、はい、まあ堀田と並ぶぐらいの重さという意味では堀田よりもあるんじゃないかというね、ぐらいの破壊力がありますけれども、ここで山田もここで蹴りたいと思うんですよね、うん、はい、どれだけ我慢できるかということと、はい、どれだけ成果を見せられるかということと、蹴りに挑戦できますよね、アジャとしてはもう山田に蹴らせて、はい、まあ、蹴りを出させようという ね、 そうですね、挑発なんでしょうけども、うん、お客に込んでは両替へ行った、蹴りの頭の中にあると思うんですけどね、山田の引き込まれる上回りすごいですよね、派手にやってますね、この辺の強いマネからも山田自身を持っているのかもしれませんけれども、山田が自分で思っている以上にアジャーとして見ていて高木さんすごくあると思うんですよね、去年、一昨年、まあ去年ですか、はい、とにかくこの山田としては、まあ、スランプというよりもですね、今後の方向性が全く見えないという、見えないですね、壁というよりももっともっと厚いものにぶち当たってしまったような、そんな一年だったんですよね、まあ一方、タッグ、TWA のタッグを長くね、共にしてきたトヨタが完全に現状の顔となっていました。状況においてですね、山田一体どういった人をですね、見せていくのか、山田にとってはトヨタが先行っちゃったこともあるんですけど、はい、下田に追い抜かれちゃったっていうのが、ああなるほど、なるほど、ドッカードメドのファンは下田の上に見てますからね、なんとかしなくちゃいけないんだけど、どうしていいかわからない、はい、とりあえず蹴りを封印して新しい自分を見つけ出してみようと、はい、いうチャレンジなんですけど、うん、まあいずれにしてもこの後楽園ホールでのアジャとのシングルマッチというのは、はい、一つこの96年の山田としての方向性をね、示唆するような試合を山田としてはしなきゃいけないですよね、これね、意味がないです、はい、全く意味がないです、張り手合戦だ、頭突きだ頭突きだ、アジャコングの頭突きは本当に痛いんです、さあそしてブレインバスターは投げっぱなしか、そしてエルボーだ、この辺りの素早い動き、さすがアジャコング、これ止められないのは山田蹴らないからですよ、要はあれは、まあ、山田としてはやはりその蹴りをフィニッシュに使いたい、うん、はい、まあ、そこまでの持っていき方というのをもっと組み立てていきたいと、狙いでレスリングをということなんですけれども、はい、最初本当一番最初のバーっと今うまくいったんですが、その後は全然相手にやられっぱなしというか、まだ完成してないということですよね、その蹴りなしのレスリングというのが、はい、アジャコングは至って冷静な表情を見せてますけど、ね、余裕なんでしょうか、余裕ですね、余裕を見せて、まあ、これもまた山田に対する挑発でもあるんですけどね、余裕を見せるということは、とにかくですね、2年前にこのシングルマッチをやってですね、もうちょっとこのなんていうんでしょうかね、視点が全く違ったというか、はい、ピリピリしたなと思ったでしょうし、こういったアジャが、ね、余裕を見せる瞬間に勝ったんじゃないかという気がするんですけど、減りましたね、ついに、ついに蹴りが出た、しかしアジャコングは倒れない、顔面の、おっと、喧嘩キックの形が、完全に顔面を、おっと、なんていうんでしょうかね、妨害返しという気持ちでしたね、蹴りは、何のために1回しか封印したのかというと、あっと、垂直落下シュートが今のは、危ないぞ、山田としよう、ガーツつけてないっていうことは、はい、すごい痛いはずなんですよ、アジャも。そうですよね。でも倒れない。はい、うん、山
山田が今何を考えているかですね。まあ山田としてはやはりこれはもう蹴らなければというシチュエーションで満を持して出した先ほどの素晴らしい、そして喧嘩キックだったんですよね。しかし悲しかった、逆に叩き潰されるというか叩き倒されてしまった、うん、まあ相手はアジャコングですので、これは一発や二発でね、倒れないというのは分かるんですけれども、この辺は勢いというのもあるのかもしれません。そうですね、だからここで悩んで山田がどうこの後試合で見せるかということですよね。このまま終わっちゃったら本当何の意味もないですから。おっと、今度は顔面を、今のアジャの言葉をどう受け止めたんでしょうか。アジャの裏あたり、まだ次アジャコンが蹴っていく、まだまだ、さあこのあたりはバランクラメか、この気迫が今までなかったですね、去年1年間あっと顔面に来た。まあしかしアジャコンも約10発ほどね今、山田にキックを見舞っていって、そして最後は顔面へ蹴り、さらには畳みかけていくのか。ドリアホール、パイルドライバー、ここら辺りで爆発してほしいところ、カウント2、この辺りでね、もうまたビッグカンバックが欲しいですね、またね、せっかく蹴ったのにそれっきりで、今もキリに耐える気迫は久しぶりにいい表情を見せたなっていう感じはしたんですけど、あれがまたね、攻めの時にあの表情が出てほしいですよね。そうですね、まだ悩みが、迷いが、あたりがあるんでしょうね。やはりそのプロレスというのはですね、そういった気持ちの微妙なその陰りみたいなものがですね、はいはい、そのまま蹴ってる技術的なものはそんなに変わってないんだけれども、その気持ちが入ってないことによって、その相手に与えるダメージとか、お客さんに与える印象とか変わってくるというのはね、ありますよね。不思議で面白いところなんですけどね。特に山田はずっとレギュラーでエリート街道をひた走ってきたので、このつまずきをどう逃げれていいかわからないっていうのがあるんですよね。その辺りが何て言うんですか、下田辺りとですね、よく比較されてしまうのかもしれないですけど、何度も挫折を、まあね、経験して、下田は本当に砂利道を転びながら登ってきた人ですからね、そういうのは強いんでしょうけど、まあ、言葉は悪いですけど、あまりそういったことにね、そうですけれども、まあ比較的順調に来てしまった、まだかえってそれが今となってはそんなことだったんじゃないかという、ような、ね、感じがしますが、確かにそのこのスランプというかですね、この壁を乗り越える術を全くわからない状態が今続いている。そうです、もう順次続いている。トップロッカーの攻撃ですが、完全に見透かされていたようにキックで返されてしまいました。さあセカンドラップから相変わらず綺麗な弧を描いたボディープレス、カウント2、ブリッジからしてピアノとしよう、いけませんね本当にいけませんね、山田ね、やられた話ですか。バックドロップをしかし足をフックして捉えていく山田、おっとの剣が危ない、さあジャーマンだ、こっから山田の闘志が爆発するんでしょうか、このジャーマン、これはかなりダメージを与えたぞ。さあ山田、久しぶりに見たぞ、行くぞ、リバースゴリースペシャル、どうでしょう、ここはまだ早いですね、タイミングじゃないですね、はい、リバースゴリースペシャル行くタイミングではないんじゃないかという、うまいぞ、これはうまいことです。スピンキックが顔面を捉えた、リング中央カウントどうか、カウント抜いて8枚いきましたよ、今はいいタイミング、さっきの蹴るところは蹴りのタイミングじゃなかったのかもしれない、なるほどということを学んでもらえば、山田には有効な蹴りというのはどういったものなのか、おっと、これはヒルみたいな、はい、ちょっと変わってくれましたけどね、あれはどうでしょうか、さあ10分を過ぎました、山田がおっとリバースボディスペシャルに持っていこうというところですけれども、読まれてますね、これはね、アジャコンの体重をですね、さらにさリバースボディスペシャルで持ち上げるというのは非常に困難だと思うんですけど、まだア
じゃあこれかなりスタミナ余裕あるのがありますね。苦しいんじゃないかという感じはするんですけども、今回会心のスピンって決まったわけですから続かないですよね。そこから続けていけばよかったんですけどね。さあこのバックドロップは返して、さあ蹴っていく蹴っていく山田、後半はさすがにアジア相手蹴りを封印してとても勝ちがないのか。さあその表情を持続してほしい。こっから何が、うーん、またこれスペシャルか、やはり返されてしまう。さあ円髄へ飛んで、剣だ、カウンター、横っつは裏剣であります。一発撃沈山田敏夫。まあ正直に攻めすぎましたね。さあ今アジャコングがマイクを持った。自分で自分に触れた影をやめろ。自分が楽しんでできないもん見てる人なんか全然楽しくないぞ。悩むなとは言わない。苦しいんだったら辛いんだったらその姿全部ここで見せろよ。一人で悩んでないでここで出せよ。そういうの全部見せてプロレスなんだよ。みんなで分かち合いたいんだよ。そういうのみんなここにいる人たちは対戦相手の私だってそうだよ。自分の生き様を見せて戦うものがプロレスなんだよ。それがないんだったら他のアマチュアスポーツでいいんだよ。プロレスなんだからもっと自分さらけ出そうよ。今はそんな山田さん出たかな。あのバイソンと私が組んで3W のタッグのベルト取られたこと山田敏夫知ってるから、早くもっと辛さも出せる山さんに戻ってよ。私は今プロレスがものすごく楽しいから、ものすごく好きだから、だからプロレスってこんな楽しいものなのにこのままで終わってほしいなと思ってないから、もっともっと上まで上がってきて。無駄にしていけないですね。そうですね、カウントダウンのシングルマッチとか終わって、あ、この選手ともシングルするのは最後かなとかやっぱり思うと、あ、そういうとこでは最後かなっていうのはあるんですけども、普段は全然まだ実感ないです。やり残したことはないですっていうか、あっちゃいけないと思うし、っていうかこういうやめ方ができるのってすごく幸せだと思うんで、やり残さないように残りの何週間頑張ります。さあ第6試合です。 JD のバイソン木村がこの長谷川崎へ引退を表明している、この長谷川崎へのカウントダウンのね、はい、恐らくを叫びをこの試合で
あります、まあ、あまり接点のないように思われがちですが、はい、実は去年の横浜アリーナは僕の精神力で1回ね、あ、なるほどなるほど、長谷川咲也勝ってるんですけど、ね、まあ、その時お互いにもっと気持ちを前に出したかったり出せなかったっていう悔いが残っているので、まあ、マイソンもね、この復帰がね、はい、その仕立てというか、うん、あのまだブランクが取れてなかったことですね、おっと、ノータッチのトテコーヒーの綺麗なやつを見たかったんですけども、ちょっとタイミングをね、これを誤ったんでしょうか。このバイソン、まあ、バイソンとしてはですね、まあ、新団体、はい、JD のですね、まあ、いわばリスクのエースですから、そうですね、はい、まあ、JD すでにプレハサービーを住んでるんですけども、はい、東京初登場なんですよね、それ以来、あ、なるほどなるほど、ですので、コロッケのファンにも JB とこういうもんであるというのを少しでも見せて、そうですね、まあ、あまりこう、さすがのカウントダウンばかりでですね、注目されてしまうところ、どこまでこのファンの心をですね、JD、バイソンありというところをですね、アピールしていけるかというのが、まあ、今回のこの試合のバイソンの、はい、かかりすぎるところというふうになるんでしょう。だからカウントダウンの試合はですね、はい、毎度そうなんですけど、お客様に見入っちゃうんですよね、うん、なるほど、見納めという気持ちが出ちゃって、はい、選手にしたら実はやりづらいんですけども、なるほどなるほど、選手がここまで沸かせることができる、そうですね、そうですね、まあ、当然バイソンとしてもですね、まあ、引退は決まっていようと何をしようと、こってんこってんにやってやろうと、はい、いう気持ちで臨んでいるでしょうから、はい、そうじゃなくて意味ないですからね、エースですから、エースがやめていく人に押さえちゃったらやらないですからね、まあ、今の顔面のねドロップキックなんかやね、その気持ちが現れているわけであります。どうでしょう、バイソン木村というのはですね、まあ言うなれば一度引退する前までのですね、大学の頃にですね、比較的そのオーソドックスというかですね、泥臭いプロレスというか、今の現状の主流であるそのいろんな技を出してですね、スピードに展開していくプロレスラーじゃないですよね、そのあたりでバイソンがそのリングから離れている間にですね、全体のスタイルがだいぶ変わってきたありました、はい、という気がするんですが、そのあたりの、まあ、フランクというかね、この辺をどこまでこのバイソンがですね、埋めていけるのか、JD 旗揚げ前にメキシコへしばらく行ってですね、はい、2ヶ月ぐらいかいろいろ学んでは技なり何度も学んではいたんですが、はい、それをどう今までのスタイルとミックスさせて、そうですね、新しいいいものに変えていくか、ね、うん、まあ、もちろんバイソンのファンはですね、ああいったバイソンが見たいわけです、そうです、決してですね、いろんな技を出してほしいとは思ってはいないわけですけれども、新しいファンにして未来逆に物足りなさが残ってしまうかもしれないということは、2つをミックスさせなくちゃいけないんだろうけど、それが不自然な形でついちゃうと、全然良さが出ないという部分があるので、まあ、手探りなんていうのはですね、あれ1か月、まあ、その天竜みたいなですね、天竜逆水星みたいなインパクトをですね、残せる技ですよね、毎回も出しつつね、そうですね、だからさっきの山田戦もそうですけど、どこで出すかっていうタイミングとか、うん、そういうものも掴んでいかなきゃいけないですね、バイソンね、はい、そして一方の長谷川、まあ、去年のですね、ロドプレに突然連帯表明で、まあ、しばらくはこの長谷川の話題ですね、ドカイのとかも持ち切りになってしまったわけですけどね、まあ、とりあえずその3月の、はい、横浜アリーナですか、はい、タッグマッチをもってして、正式に引退と、そうですね、いうことに、決まっているわけでありますけど、まあ、もったいないとかいう言葉を使うともキリがないですね、キリがないですよね、本当にもったいないですね、はい、本当に、ただこの引退前の3ヶ月間で長谷川が辞めるということによって今まで止まっていた対抗戦がまた動き出したわけですよね、あ、JB がバイソンカラーであり、はい、LLPW の長嶋ジャニーズ J の高架光であり、はい、そういう意味では最後に積み上げっていうんじゃないですか、まあ、もう一回止まっていたものが動き出したということは長谷川だけ最後に、ハンピアじゃないですけども、うん、まあ、驚いたことに長代ガイアジャパン、はいはいはい、ともですね、またその対抗もね、はい、復活するのもこの長谷川効果といってもいいか、長谷川効果ですね、バイソンが同時で締め上げていく、このねちっこい攻防はバイソンの心情であります。
しまうと、まだトップエースというのを物足りなさを感じてしまうんですよね、みんなの裏に対して。逆に長谷川がもうやめると決まってて悩みがない分、そのバイソンの悩みが余計大きく見えてしまう。まあむしろその辺を意識してもかもしれません。もっとストレートに最後の試合なんだから思い切りっていうのはあればよかったんですけど、 JB の方向性という看板を背負ってしまう以上、本当はだから何も考えないでバーッといった方がバイソンらしさも出るし、逆に JB の宣伝にはなるのかもしれないですね。まあ一番そのバイソンが光っていたところというのはですね、獄門島にですね、はい、牙を剥いた、もうなんか何も考えずにですね、がむしゃらにこう何かこう戦っていく、走っていくバイソン、まあいった部分にですね、ファンも気になったですね。今日はトンファーを奪ってもらいますね。もっと切れてくれって言うんですけど、もっと思い切り来てくれっていう、なるほど、シュールじゃないですかね。まあ、長谷川もですね、自分なりに残されたカウントダウンを自分のコロナ禍でしてるわけですから、はい、まあ、そういったその一つも無駄にしたくないという、ね、そうなんですよ、気持ちがね、長谷川の方に当然あるでしょうからね。ここで中途半端な試合残しても二度とできないわけですから、毎回が完全燃焼、こういった試合を長谷川先へ臨んでいるわけですが、さあ、そろそろバイソンどこまで答えることができるのか。場外乱闘で今長谷川がそのバイソンに挑発を仕掛けている。ここで一体バイソン木村はどういったレスリングを見せてくれるんでしょうか。残しでしょ、あっといった、ケチャギリ一発、おっと場外で何でしょうか、ファイルドライバーか、ファイルドライバーか、おっと変形のファイルドライバます。一つ一つの技、そして一つ一つの試合をですね、大切に戦っていきたい長谷川咲希、そしてその長谷川にスタンピングを浴びせていくバイソン木村。後楽園ホール JD としては初見座、ロープに振って、おっとこのクロス、クロスショップかと思いましたが、これクローですか。クローになってますね。あー、これは何でしょう、鎖骨のあたりを掴んでるんでしょうかね。なんとも奇跡な、はい、無駄を間の付けやつですよ。なるほど、持ってきましたね。なんか渋すぎますか。渋すぎちゃってですね、かなり渋くて全くついていけないという。おっとこう持ってきました。こう来ましたか。おー、パワー殺法はバイソン木村。あまりにも視界方が渋すぎて、お客さんとしてはちょっとアクション取られちゃいました、ね、今の技は何だったのみたいな感じですね。まあそれにしてもこの映像でしっかりと見るとですね、なかなか苦労とうならせるところもありますよね、はい、さあ今度はパワーボムだ、ハイアングル長谷川ちょっと攻め込まれています。そうセカンドロッカー、今度は何でしょうか。おトップロッカー、ニュートラルコーナーからボディープレスだ、飛距離十分、いいところにヒットして危ないぞ、カウント2。さあバイソン、ここから畳みかけていくのか、長谷川ちょっとブロッキーか。まあそれにしてもこの後の長谷川、ブロッキー状態からの長谷川っていうのはですね、これがまたですね、そうなんです、長いんですよね。わー、止まった一発、やはりこの一発で形成が来て危ないぞ。バイソン木村もこのコーナーいません。あー、ケサギリが出たぞ、いい音がしてカウント。ようやく気持ちが空回りした気持ちが、あ、そうですね、2、ね、人ともこうね、こう歯車がですね、回ってきたなという感じがしますね。さあ、うまくこの日だけを離した、今度はそばっとうまく持ち上げて投げっぱなしで、登場に投げ捨てていきました、このバイソン木村。今度はブレンバスターか、いやボディスラムから何でしょうか、ニュートラルコーナー、ゆっくりと後ろに、そしてトップロックからもう一度ヘッドロックですかね。これはしかし先ほどと同じようなパターン、今日はこのアハラというばかりに難なく倒していって、ノータッチ、トペコーヒーローがかすったような状態。初っ端で失敗してるんで絶対無逆みたいなことあったんでしょうが、今ちょっとですね、長谷川が左足首を押さえている、つけちゃいましたね。ち
っとですね、この透かされた分、はい、マットの向こうにですね、蹴りますよというか、形になりましたので、足を強くですね、床にですね、つけてしまったんでしょうか。中行け、中。さすがのノータッチとペコンヒーロー。このことも2発目、決めてやろうっていうのが分かってるだけにね、ちょっとバイソンもしかしかすってはいたんですけど、顔面にねちょっとヒットしたような形になりましたね。逆にダメージ残しちゃったかもしれない。エルボーで返していった。胸のあたりにストンピア、これはカウンター気味に顎の先端そばっと、これは意表を使いましたね。打てないと思ったんですけどね、あの状態じゃ。トマトって確かに、なんて言うんでしょう、出どころが分からないというか、はいはい、思わぬところでこう飛んできますよね、はい、しかもスピードありますんで、なかなか受け切れないというのが、この長谷川のトマト。起き上がりこぼしの手さぎりチョップであります。起き上がりこぼしの手さぎり、この辺りのバイソンのらしいんですが、裏投げで切り返していった。長谷川の裏投げ超高角度、巨体のバイソンを持ち上げていきます。あー、しかしちょっと足がね、残り少ないプロレス人生、ここで故障はしたくない長谷川早紀江。ああ、トレーニングを受けてきた選手ですからね、はい、ここで怪我されてしまっては。そうですね、もう一戦一戦、これ一戦でも怪我でですね、試合がなくなってしまうとですね、お客さんもですね、そうですね、長谷川の最後の試合を見に来たんだけど、いっぱいのいるんですか。まあ、そのあたり長谷川、でもここで全然力をセーブしないと全力で行ってるところが長谷川らしいですよね、怪我しても。顔面に手下げましたね、めちゃくちゃなことしましたね。そうですね、今のやった本人もですね、痛かったんじゃないかという気がするんですけども、あっと、このスタイルはもう巨体バイソン、美しい攻撃、初めてだったんですが、ですけど、手下げ一発かわしたが、もう一発キック。このバイさんの押し上げの方が久しぶりだ、そんな感じがします。最後に表現しました。前世紀のバイさんの方が戻ってきたか、手下げ2だ。この長谷川の2、魂のぶつかり合いであります。今日の第6試合、長谷川早紀江対バイソン木村、長谷川の名簿を決めてほしい。有田一戦、この泥臭さがね、やはりいいんですよね。もう一回いった、この手を一本に響き渡る、決勝のチョップは返せない。13分10秒、バイソン木村選手の勝利になります。しかしバイソンがね、はい、団体の意地を見せましたか。まあ、最初の方はお互い空回りになったんですけど、ちょっと最後のいいピック見ずにお互いの雰囲気見せたら、はい、お互いだからもらうものもあったりして、ね、バイソンが最後にいただいたものも長谷川にはあったりしようし、バイソンが良かったかなと、うんうん。まあ、バイソンもですね、当然前女時代一緒に小物も取ってきたんですけど、この2回の花見ての打ち上げちょっと、うん、そうですね、すごいんじゃないでしょうか。最後の一撃、非常に、まあ、すごい音がしましたんでね、はい、ムーンサルトをもう一発決めるんじゃなくて、あえて手探りで上がったいいところが、はい、もう一回の花見トロックにいただきましたので、自分の気持ちばっかり先行きすぎちゃって、せっかくね、木村さんと試合にできた、申し訳なかったような気がしますけど、チョップの洗礼はたっぷり受けたんで、試合前に出待ちしてたら、アジャ様と山田さんの試合の終わった時にアジャ様の声が聞こえてて、
そうなんだなって、私はプロなんだから自分の気持ちを出さなきゃって思って余計プレッシャーかかっちゃう。出そう出そうと思う、無理に出さなくても出るのにちょっと無理に出そうと思っちゃったのがいけなかったのかなと。ファン待望の、はい、深谷由美メインイベント発表する、そこに注目が集まってしまうこの対決というのもね、何なんですけれども、さあその深谷が突っかけていったんですけれども、あっさりかわされ捕まってしまう。この辺りが深谷らしい、まあ、ファンはそれを見て喜ぶと不思議な現象が起きてしまってますけどね。まあ当初5対5だったんですがね、はい、こっちの5人深谷チームの5人は D パワー、 D パワー出ましたね、何でしょうか D パワー。ダイナミックドリームダンスの D というのは、ダイナミックドリームダンスの D、 踊りまくって歌うっていう、あーなるほど、歌を出すんですよ。スマップみたいなもんですね。ちょっと違いますか。ちょっと、うん、ちょっと違うかもしれない。だいぶ違いますね。それでまあ歌手デビューするので、まあ基本的にはそういう形で、はい、フリーダムを含んでるので、プロレスのリング自体ではほとんど関係はないんですが、はい、そういうのを振り向いているという状態だったんですが、まだリエが怪我をしまして、うん、4人ですか、はい、マイクカワが入ってくる、向こうの5人はそのままで、失礼しました、4対5なんです。5ですね、マイカワが向こうですからね、はい、しかもですね、まあ、玉田の分も私が頑張ると深川が言っても4人ですから、深川が私の分、玉田の分も私がやる、やると言って4人になったわけですから、玉田の分もやられてるわけですね、これね。これはもう注目していただきたいですね。すごいですね。しかしすかさず対象かと、その他にタッチだ。あいつ見ても素晴らしいこのミサイル、あランニングドロップキックですね。まあ、またもう一つの隠し味としては、はい、トヨタ京都のですね、工事の対決が隠されてますから、なるほどなるほど、スリーダイブスの前に、はい、一度も見逃しないと。まあ、96年はですね、はい、まあ昨年末にですね、アジアをシングルで破った京子が、はい、この組み合わせの京都に立つ京子と、はい、この2人を、ね、軸に全場、ね、マットを回っていく、ね、っていきましょう。しかも去年60分時間切りで決着つかないまま腰を越してしまいましたので、はい、これはでもですね、小川さんとしてはかなり引っ張るんじゃないかと気がしますけどね。そうですか、どうですかね、かなり引っ張るんじゃないですか、これ。どうだった、時間無制限一本勝負ですね。31分52秒の、うん、ハイガタマが出したら、そういうの見たいですね。なるほど、なるほど。135分ぐらいやって、両者リングアウトとかね。私がなくなって怒られてもらうのは、そういう展開を楽しみたいです。なるほど。スカワが飛びますよ。スカワが飛んだ、後楽園のエロファンサービスであります。スカワが飛んで、そしてトヨタがアシストする、なんともドリームなカードですね。なんかもうお客さんもですね、不景参観みたいになっちゃってますよね。なるほどなるほど、力が出てくると、なるほどなるほど、大丈夫かなっていう、まあ、当時ですね、当初ですね、ジャパンの頃のですね、キューティー鈴木アナの時だったらですね、まさにそういった心境でみんな見ているわけですけれども、メインがあれですけど、メンバーがすごいですからね、周りがね、周りが、はい、これだけのメンバーすごくて本当に大丈夫かって、ね、そしてこのなんともこの伊藤のですね、えぐい技が深谷のミカートには妙に対照的になってしまうのは私だけなんでしょうか。いや、みんなそうだと思います、はい、このですね、伊藤カートなんですけども、このフリーダムフォースを結成してからですね、まあ、気のせいなんでしょうけれども、体がなんか二回りぐらいでっかくなってる気がするんですよね。ね、がっちりはしてきたんですけど、もともとこの人ものすごいがっちりしたと思ってたんですけど、それにしてもこのなんかこの技一つ一つもですね、さらにこの、うん、重さを増してですね、どうにいってきたのかという印象がありますよね。やめちゃうんで、その分効果は2回かかりますけどね、なかなか渡辺の方が残った平成元年組に、はい、頑張ってもらわなくちゃですね。まあその平成元年組といえばですね、おっとダブルで、なるほどなるほど、去年のタッグリーグ優勝チームですから、そうですね、そういえばね、はい、まあその平成元年組といえば、そのアリーナで、はい、バットちゃん、決
ますね。あの格闘家としてですか、格闘家としてね、プロレスはできないんですけど、はい、うん、あれなんです、はい、はい、まあそのあたりもですね、非常に楽しみなわけですけれども、スコアが出てきた、おっと何でしょうか、ぐるぐるハリクがね、全体を使って腕全体をぶん回しての相手だったんですが、あーとドロップキックを全く、あー痛快、すげえ、なんということでしょうか、この一体渡辺と深川の差は一体どこにあるのか、このドロップキックの違いは一体何なんだ、同じプロレスラーなのに、はい、いやいや今のはすごかったですね、そもそも渡辺からこの何て言うんでしょう、弱いやつを捕まえさせるとですね、ものすごいことをやりますね。ものすごい。ここぞとばかりに強さを発揮するんですよね。さあ、そしてこの赤子と深川。この顔見たらですね、これはもう、半自然のこの、ね、顔見たらいいですね。何でしょうか、今の赤子の技はですね。あれは一本一発ですけどね。結局何度も何度も腰をぐいぐいやる逆に。ファンコにしてみれば、まあ、私も昔アイドルと騒がれて、なるほど、上野選手に叩かれました、ね、なるほどなるほど、あれがあるんで、まあ、こんなもんで済むと思うなよおいっていうのがあるんでしょうね、うん、アイドルの先輩として、愛の無知ですよこれは、なるほどなるほど、こういうのに耐えていかなくちゃ普通になれないよっていうね、まあ、タカコもですね、まさか今のこういったファイトスタイルですね、この一瞬を見せるとは思わなかった、当時のタカコですからね、フリフリをしていたからね、非常に、あ、タカコってこんな意外なね、またそれが魅力的な部分が、ごめんとか分かんないですね、分かんないですね、ニシラム姉ちゃんね、ニシラム姉ちゃんあってるから、いじめっ子とかね、ファンはこのまま変わらないでいてほしいと思ってるんじゃないですか、うん、やられる美学的なもの追求してほしいです、さあそして強さであります、相変わらずこの9の6年もですね、カンプアップしてるなという感じがしますね、さあそうですね、ミサイルキックからカウント2であります、みんな本当フリーダムホースの3人は長谷川がいなくなるんで、その分さらに頑張らなくちゃいけないって気持ちが今前に出てきてるんですね、はい、いいですよね、さあこのディーファーチームを深川になんとかいいところをというね、深川と前川の代わりですね、はい、なかなか離婚がありますね、なるほど、すごいですよ、まあ、対照的なね、この一応同期になるのかな、そうですね、ただこの体格といいですね、この見た目といいですね、男型対女型というね、分かりやすい図式の大きい人と深川と分かりやすい図式ですね、前川になります、なぜか深川になるとそういうのがするんですよなるほどなるほど、スカー対京都、すごいなこれは、究極のミスマッチですねこれは、あーこのボディースラムになった後ですね、この感触が全くないというね、ブガルト、はい、あーやはりこれはちょっとね、ディーパー軍団もですね、やすやすミス殺すわけにはいかないという、あー7番と深川が場外へダイブするのか、あー危ない危ない、あー危ない、いやー当たってよかったというね、そういったレベルのダイブだったんですけど、初心じゃないですかね、上位、いや、スコアの心意気がこれ変えますよ、さあ、そしてお姉さんに見えますね、この吉田の三角飛びブランチャー、そしてなんとなんと飛距離十分クリーンヒットかと思いきや、スコアですよ、スコアでしたよ、いやいやいや、痛恨の自爆、誤爆であります、トヨタもういい勢いありましたからね、まあ、トヨタとしては、はい、お姉さんというかですね、そういった立場でですね、スターをですね、どうしなければいけない、そういった気持ちが空回りしてしまったということですね、なんとすごいスピードであります、すごいスピードであります、まだまだ回してしまう、京子が思いっきりスターに何もここまでというね、そんな向こう上面のですね、ファンの顔だったわけですけれども、手を離したら龍の手前が絶対打っちゃいますね、これこれ20回で行ったんじゃないですかね、あら、鼻血が出てますね、鼻血ですか、回されすぎて鼻血ですか、すごい初ですね、ジャイアントスイングで流血、大丈夫でしょうか、深川ジャイアントスイングで流血なのもあるんですか、いや見たことないですね、うわでもすごいですよ、さあ、うわてくれって感じですよ、そんな4人で何も深川相手に5人出てくることはないだろうお前らっていう
しますが、前川もね、行くぞじゃないぞ、そんなアピールするまで、あ、なら、なんと前川もですね、得意技を出してきますよ。うわ、今日はこれ、負荷はメインイベントっていうのは相手チームにとってよっぽどこれ感じちゃったのもあるんでしょうかね。いても立ってもいられなかったフリーダムホース、お前らいい加減にしろよというね、そんな感じですけども、こういうトヨタを見てると本当に頼もしいですね。楽しいですね、はい、本当に。いやー、こちらはフリーダムホースの登場か。一人でも痛いドロップキックが3つ飛んできた。しかも大丈夫ですよ、背中を背中をですね、さすられている負荷が何とも痛々しかった。あー、しかしやはり5対4、この辺りはフリーダムだ。フリーダムフォース D パワーチームであります。お、ナイトが大好きよ、テートを投げるなんてのは10年早いぞ。おっと、カウント2、そこはフリーダムですか、10年早いですか。10年早かったでしょう、しかし結果を見ても分かる通り、前川たちしてみたらね、フリーダムでのチャンピオンと与えるビッグチャンスなんですよね。何でも試してみようという気持ちは全部いいでしょう。おー、何でしょうか、今のはね、前蹴り、ね、前蹴りですか、はい。カウントしかし2、前川もトヨタ相手にどこまでの自分を出せるのか。さあ、フリーダム綺麗にしなるこのブリッジ。おー、カウント2、今スピーディーな展開、そして見ると負荷が張りましたよ。負荷もカット入ってました、今すごいな。鍋を左から右へヨロヨロとフレームアウトしていってしまいましたけれども、さあ、負荷はまだ元気です、大丈夫ですよ、どうやら。さあ、そしてムーンサルトだ、膝の上に乗っていきました。さあ、どうか、負荷もなんとか参加している。あ、カウント2に入りましたか、入りました。見事見事、最後はトヨタムーンサルト一発で決めていった、それにしてもですね、はい、まあ、ついつい深川の方に、あ、アサリもいたんですね。いますよ、アサリも、ダメですよ、はい、忘れちゃった。忘れていました、私、はい、あ、しかも、今、1本目でありますから、あの、イルミネーションですから、イルミネーションですので、まだまだ続きます。ここで前川がアウトであります、はい、キャプテンがトヨタと京子ですから、はい、トヨタと京子を消すか、もしくは残り全員を消すか、どっちかですね、そういった肝心なルールをですね、深川に気を取られて、皆様にお伝えしなければいけないという、深川効果ですね。深川効果ですよ、だから、深川がいるだけでみんな聞いとられちゃうから、朝練しても前川にしても、全く、あの、いるだけでなんだよっていうのがあるんでね、ああいう厳しい攻めになるんでしょうね。いやー、イルミネーションというルールも忘れさせてしまうこの深川パワー、一体何なんでしょうか。いや、すごいですね、はい、ある意味で。さあ、そして吉田もいたんだなっていうぐらいですね、吉田はこれ、何でしょう、ピンでリングに立つのは久しぶりという感じでしょう。そうですね。おー、さあ、さあ、さあ、少ない出番を存分に見せていかなければいけない、ジャパリーダーサリー。来ましたよ、来ましたよ、何でしょうか、この人たちの、何でしたっけ、なんとかルージュ、パッションルージュ、パッションルージュ、忘れちゃいけません、パッションルージュ、パッションルージュ、彼女たちも歌手デビューします、はい、京子高子でね、ダブル井上とはね、今古いですけど、パッションルージュの時代は、そんな、そしてこんな吉田いじめだ。あー、最後は超高角度 DDT、 もうしかし京子の動きというのは完璧ですね、完璧です、はい、本当完璧ですね、おっと危ないぞ、完璧ですか、実は膝とかすごいあるんですよ、本当は動けないような状況なんですけど、そうですね、信じられないですね、お客に分からせないように動きますからね、そしてこれ高子も一段とスピードを増していく、ああ、高子がこの吉田とやる時の表情っていうのはですね、これなんとも憎たらしいというかですね、なんともこの市場が絡んでるんじゃないかっていうのはですね、すごい表情するんですよね、僕はノーコメントです、そうですか、はい、さあ、ここで渡辺にタッチ、面白い絡みが全部詰まってるのが面白いですよね、はい、この試合、さあ、渡辺見事見事、これはもうデビュー当時から使っている払い腰、はい、そしてサソリが絡みに通します。要は高校じゃないや、京子とトヨタ以外のメンバーが今年どれだけ登ってくるかで現状の96も変わってくると思うんですよ ね、 そうですね、吉田もそうですけど、はい、渡辺もそうです、みんな頑張ってもらわなくちゃいけないんですけどね、はい、どうしてもこの試合でもそうですけど、トヨタと京子ばっかりが強いなって思うので、負荷は立ってるだけで目立ってしまうというね、そうしますと前場はこの3本の矢、トヨタ、京子、そして負荷、いや、それはちょっと俺が軸になっていくという可能性も、うん、ね、また違った意味で、また違った意味で負荷効果の波及というのはあるかもしれないですけども、それを
このね、残ったメンバーで打ち崩してほしいですね。キャリア的には吉田だって伊藤だって渡辺だって 3W の場でこういうことしかないんですから、はい、もうこの伊藤あたりはですね、もっとこう積極的にシングルマッチをこなしてくれるよと私なんか思うんですけどね。らしいです、はい、さあ、おっと渡辺はその体重を降りしてヒップドロップで一気に形勢逆転か。渡辺そして伊藤、この同期対決も見どころになります。渡辺も本当に去年ね、95年で完全に吹っ切れましたね。吹っ切れましたね、はい、こっからの一歩がまた大変なんですけどね。なるほどなるほど。どう踏み出すかというのは、とにかくジャパングランプリ、それからタックルブザベスト、今日組むことによってですね、本当にこの渡辺の、まあ、もともとその、なんて言うんでしょう、実力的にはですね、すごい部分というか、ありますからね、わけですから、うん、この体重をして、三田修行に行ってですね、あれだけいろんな空作を学んでくるとかですね、パワーはあり、あり、スピードありでですね、ただ、なくてもいいのに、ムラもあるというね、これがあるんで、今は出てこなかったんですけどね。まあ、京子と組むことによってですね、まあ、本人も言ってましたけど、はい、非常にそのこのタッグを組むこと以上のね、その成果があったというか、そういうのがあったというね、いいところは全部盗み取ったりするんですよね、はい、さあ、そしてこの京都京子肉弾戦という感じですね。前のシングルマッチが目玉商品になるぐらい、うん、そうですね、頑張ってもらいたいですよ、はい、さあそしてニュートラルコーナーからご存知ダブルフットスタンプ、しかしこれは強化をうまくかわしていった。まあ受けたらこれはこれほど痛い技だ。おっとボンバー稲妻レクラリアットがストマックなどに決まっていった。さあ今度は押さえてきましたよ、ダブルフットスタンプ、胃袋が踏みつけていった。まさに口から胃袋が飛び出すとはこのことなんでしょう。未だに京子が動き止まりましたね。動き止まりましたね。吉田はこの距離で何をするんでしょうか。おー吉田のフットスタンプ、これフットスタンプもろに入るのもものすごく嫌なんですけれども、はい、端っこの方で詰められるみたいに、もう止まんないでしょう、はい、そうですよね。あ、深川は今度はボディープレスであります。やはり見せるところは見せていく。うわ、もう一回行くのか。うわーすごい、いくら強子でもこれは返せないか。カウント2。いやー今の最後のこれエグかったですね。これというか強子を消せばこの試合終わりますから。なるほど、キャプテンですからね。すごいジャーマン怒らせてしまいましたね。こんなスタミナというかパワーが一体どこにあるんだ井上京子。あー内野の内野ラン、豪快内野のドリブルフットスリー、伊藤薫姿を消した。京子一人を、ね、怪我もしてるし消そうという作戦はディーパーは正しかったんですけど、そういう理屈を超えた部分での力を見せつけられちゃいましたね今ね。まあ今ですね、掴みかける攻撃の時はですね、信じられないパワーなんですよ。しかしやはりダメだったわけですよね。危ないです、危ないです、めちゃくちゃ目が向かってますね。このあたりから何なんでしょうか。すごい集中の印象になります。95年一番トレンドがあると言われたドラゴンスクールネットでジェンダーマッチで見られるわけです。毎晩ですね、武藤刑事のビデオで研究してるらしいですから。そうですか。その時はちょっと失敗したんですよ。それで悔しくて悔しくて練習しましたね、これね。渡辺もですね、もう一発行こうと。今度はトヨタがいても立ってもいられなくなった。ちょっと吉田もですね、先ほどまでやられっぱなしという感じですけどもね、はい、さあ体重をうまくかけたらクロスライン。吉田もちょっとスロースターターの部分があるんですけどね、はい、逆にこういう出入りが激しいタックマッチだとスロースターターの部分損です。なるほどなるほど。調子出る前に引っ込んで、調子出る前に引っ込んでなんで、吉田がちょっと捕まっている。後頭部にラリア。コーナーに残っているのはトヨタと深川ですからね。あ、なるほど。吉田もこの浮かすにですね、深川にタッチしに行くのがちょ躊躇しちゃうんでしょうね、これね、はい、あ、これはうまい。あ、
ここは吉本グランジョーカー一体殺到吉田ラブレアの技に繰り広げていきます。しかしサードロープに手が伸びた渡辺智子、スクリューでちょっと膝がいってる分ね。あんなにダブルミサイルキック走って開くもんなんでしょうか。すごかったですね今ね。すごいなセカンドロープ青コーナー、お、なんでしょうなんでしょう、すごいすごい。セカンドロープは幻の DDT だ。吉田そのままホール当たらない、カウント3。吉田が起死回生であります。幻式の DDT で渡辺はここで消えました。そして今度は手がここで出てきたぞ。吉田の顔を踏みつけていく、高子独壇場であります。踏みつける場所がまた嫌らしいですよ ねもうちょっとこれ横っちょの方が踏んだらいいなという気がするんですけど、いやいやいや、この辺り今までこう高子もですね、はい、何かこの鬱憤を晴らすかのような、ね、ここまであんまり出番なかったですからね。鬱憤ばらしてましたね。技を決めた後の表情っていうのをですね、はい、高子は非常にその美覚に思ってるんじゃないかなって、あ、そもあるかもしれませんね。決めた瞬間の顔っていうのが、なんともこのいいんですよね、高子は、うん、こういうところはプロとしてですね、まあ、時間なんですよね、プロなんですね。まあそれにしても孤軍奮闘という形がどうも抜け出せないですね、この吉田ね。やっぱりこのね、トヨタと深川が残ってしまったというのが、はい、あれなんでしょうね。深川が今しましたね、赤コーナートップだった。ちょっと策がなかったか、うーん、体を浴びせていこうというところ。何かですね、こっちのチームはですね、深川が出てきた途端にですね、異常に元気になってきたね。今のちょっとダートキック、はい、当たりは浅かったですけど、はい、痛いですよ今の。深川の表情はもう、あ、苦痛に、苦情に満ちているこの表情、顔は血まみれであります。先ほど強固にジャイアントスイングで鼻血を出してしまったこの深川、スカイツイスト、ツイストを深川に決めようというところですけども、これだけ今日はこのトヨタがですね、フォロー役に回るんでもう大変ですよね。大変ですね、はい、お姉さんは。あ、うまいうまい、これはうまい、起死回生の丸め込んだぞ。スリーを奪うかというところ、深川もみんな何もできないと思ってるみたいですけど、あー、ここが加えたい。うわー、深川つらいつらい、これはつらい。ああいう返し技の回転系でいいものは持ってるんですけどね。そうですね、あー、うわー、すごい、ものすごい回転であります。あー、深川ここで撃沈という言葉がぴったりくるのか。いやもうちょっと頑張ってですね、はい、ダブル井上対トヨタ深川なんていう局面を見たかったですけどもね。なるほどなるほど、こうなってくるともうね、フリーダムフォース対ね、ダブル井上の実施がですねできてしまいますんでね。とにかくもうトヨタと吉田が2人しか残ってないんで、どっちか負けた時点で試合は終わってしまいますから。なるほど、かなり不利な状況になりましたね。まあちょっと心配だな、深川この後大丈夫なんですかね、深川。深川はい、まだメインは重かったですかね。まあそれにしてもあのアサリのフィニッシュのスカイツイスターもあれ、あの従来のやつより1回でぐらいなんか多かったよね。気のせいがしましたね。印象は受けましたけれどもね。みんなにこうやってアクティブ強くなればいいんですよ、深川も。なるほど、歌えても耐えてね、やめないでねって一言だけビデオの中から声を受けましたですね。いや、これやめちゃったらされないですよね。これでやめちゃったらなんであんなにグランドスイング回したんだって強子は責められちゃったさあ2回転しよう、回転見がため相変わらず芸術品と言っていいでしょう、この2回転式の回転で。さあニュートラルコーナートップロックから今度はミサイルキック、おっとフリーダムフォースダブルのヘッドバット、リング中央髪の毛を掴んでの体固めだったんですけれども、カウント2。というかね、長谷川とのペアで3回挑戦してますね、スリーダブルタッグ、はい、パートナーがいなくなっちゃったので、はい、吉田が行っておかしくないんですけど、そこら辺のね、吉田このチームでやってもらいたいですよね。まあ、トヨタとしてはですね、このベルト統一というかですね、
制圧というか、ね、同時に2つの世界王座っていうのは狙いはあるでしょうからね、はい、当然今年の、ね、目標としては考えてるでしょうからね。ただちょっと今日この腰か膝かガクッと来ちゃいましたね。今まで珍しいですよね、ああいった腰砕けの格好になるのはね。まあとにかくこっちのですねファッションミュージの方はやはりこの高子はまだまだこの余力を残しているというか、そうなんです、うまい戦法というか高子はほとんど出てなかったんでここで無傷でいるというのが、そうですね、この点ね、Gパワーはみんなでスターをフォローしようというのがあって、スターをフォローしているうちになんかスタミナ消耗してしまった、フォロー疲れがあるかもしれません、はい、そういえばあんまり なかったですね、攻めてるシーンしかね、みたいなんでね、今日はまだ。さあそして吉田が先ほど3回痛めつけられた高子に復讐をしていこうといったところなんですけれども、京子はこの辺りアタックのね、うまいですね、タイミングをね、うん、見切ってるというかね、見極めてますよね。カウンターというフランチャー、さあカウンターどうか、カウンター2、さあだいぶ必死の形相、吉田麻里ちゃんのですね人気の秘訣、必死の形相が今ここで出てきたんですけど、これはなんともえぐい膝じゃなくてこの足をですね突き立てるんですね。そしてバックドロップポイント超高角度、危ない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 、カウント 2.9 ぐらいいってしまったような、単純にでも狙いは吉田ですね、トヨタはやめといて、うん、まあ、同じことですからね、はい、ホワイトということは、はい、あー流れ式のワード投げっぱなしであります。あーすごいくの字になった吉田、伸び、うんうん、に爆弾をかける吉田としてはですね、流れ式のワード落とし、もう致命傷となってもおかしくないんですけれども、韓国ツールで返したときに、はい、あ、ね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 、あ、マヒストラルだけ仕返して足を吹っ越した、あ、惜しい、マヒストラルかなり勢いに来ますね、足まで吹っ越したんですよ、惜しかった、惜しかった、あ、ね、タナコのダメージの中から吹っ越しましたね、スーパーのミサイルキックから超ハイアングルで落としていった、ちょっと厳しいか、ウルトラコーナー流れ式 DDT を狙おうというところ、あしかしお姉さんのこのトヨタ前のみが今フォローしていった、流れ式 DDT を決められるか、流れ式 DDT だ、ちょっと当たりが下がったか、うわっ、ニアニュートラルコーナーから上空のミサイルキックを確保していったトヨタ、とにかくトヨタはですね誰かがリングで戦っているその、はい、場外のですね、エプロンでですね、ものすごい中でフォローしているという話ですよね、何かこのタッグマッチではあるタッグマッチじゃないような、そんな感じですよね、アサリに捕まっちゃう、逆に